皆さんこんにちは、あいちんです。今日はですね、なんかフルーツサンドがインスタでめっちゃ有名なところがあって、そこのフルーツサンドを買いたくて並んでます。ということで、ちょっとそのフルーツサンドをゲットしてきます。さあ、次入れます。すごいなんか並んでて、でも15分ぐらい並んだかも。そう、平日なのにすごい。今はね、お昼の12時過ぎなんですけど、すごいですね。楽しみ。ということで、中に入ったら中の映像だけ撮りますね。イエーイ、買いました。結構買った、一人なのに。だからこれを家に帰って食べたいと思います。その動画を撮ります。はい、ということで帰ってきました。こちら、じゃじゃーん。嬉しいんだけど、めっちゃさ買っちゃった。でも一人の量じゃない。なんか可愛くて美味しそうで、なんかすごい買っちゃった。5000円分ぐらい買っちゃったんですけど、ちょっとこれ並べていきますね。なんか選べなくてさ、いっぱい買っちゃった。1、2、3、4、5、6、イエーイ。はい、ということで、わーい、6個も買っちゃった。すごいね、めっちゃ可愛かったし、美味しそう。見て、まずこれがキウイサンド、5400円ぐらいね、全部でした。630円。これが目玉の親父、キウイとね、オレンジかな、かわいい。で、これがみかんサンド。これなんかすごいおすすめなのか、めっちゃいっぱい。あと、これ680円。目玉の親父がね、630円。サンシャインマスカットサンド、980円。これは、メロン、580円。来たいから行ったんだけどさ、案件みたいになっちゃってる。マンゴーサンド、1580円。これ結構目玉商品みたいです。もうずっと私食べたくて、これインスタとかで結構回ってて、そう、せっかく買ってきたのでいただきたいと思います。念願の。何がいいと思う？まずマンゴーかな。マンゴーがさ、なんかあれっぽいからすごい目玉商品。あとはみかん、めっちゃどれも食べたいけど、この高級なフルーツサンド、1500円もするフルーツサンド初めてかも。おっきい、わー、すごい。嬉しいんだけど、すごくない？マンゴー丸々入ってるよ。このフィルムを取っていただきますね。さあ、いただきます。うん、すごい果肉。うん、めっちゃ甘い。マンゴーが超美味しい。めっちゃ美味しいんですけど、マンゴーとなんかクリームが入ってるんだけど、クリームにまだたどり着いてない。ずっしり、わわわ、見て、すごくない？あ、どうしよう、どうしたらいいのこれ、どうしよう。美味しい、めちゃめちゃ幸せ。なんこれ、食べ方汚い、すいません。めっちゃ美味しいんだけど、生クリームかな。めっちゃ美味しい。こんな丸ごとマンゴー入ってんだよ、すごくない？超幸せ。なんかフルーツ食べてるみたい。パンが全然軽い、クリームだ、生クリームもすごい軽い。めっちゃ嬉しいんですけど、お皿持ってくればよかった。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいよこれ。うん、すごい、いろんなところからかじりまくってるから、すごい、でも幸せ。このマンゴーもう一個買えばよかった。本当に美味しい、完食。うん、超美味しい、ね、ずっと美味しい。フルーツサンドって別にそんな食べないんだけど、インスタで見ててさ、すごい気になってて、
美味しかった。すごい、せっかく行くんだから、あ、動画回そうと思って。YouTuber っぽい私、どうですか。せっかく行くんだから、あ、動画回そうってなる最近。次何にしよう。みかん食べます。でもなんかさ、一つでもさ、すごくお腹がいっぱいになる。わ、すごい、またこれまたすごいよ。みかん丸々入ってる。すごい、一個半ぐらい入ってんじゃないですか。そんな生クリームかな。いただきます。うーん、見て、めっちゃおいしい。いや、なんかでもチーズっぽい。生クリームなのか、これは。チーズ、クリームチーズかも。チーズっぽい味がする。え、おいしい。みかんも甘酸っぱくてちょうどいいです。食べ頃なんだろうな、これ。多くない？みかん1個半2個入ってるのかな。このクリームもおいしい。なんかただのクリームじゃなくてチーズ、クリームチーズからめっちゃ美味しい。これ可愛いけどさ、なんか初めてのデートだと食べづらい。大きいからあっちこっち出てきちゃう。で、私これ YouTube を始めたばっかだったらちょっと恥ずかしいって思っちゃうかも。でもさ、クリームちょっとつけてる方が可愛いよね、女の子は。美味しいんですけど、うん、めっちゃ美味しい。うん、クリームがさっぱりしてる。みかん1個入ってた。2個入ってるんだ。すごい。幸せ。見ての通り、すごいボリュームだから、うん、もう1個食べたいんだけど、めちゃめちゃお腹がいっぱいで、お腹にすごくたまります。さあ、これは、明日の朝と、明日のお昼食べたいと思います。冷蔵庫にね、入れて冷やしたいと思います。ちゃんと保冷剤も入れてくれて、全然持ち歩きもバッチリで。とっても美味しかったです。いやー、幸せ。すいません、こんな動画にしてしまって。なんかお店の人もすごくなんかね、話しかけてくれて、多分いろんなね、お客さんに話しかけてて、すごいフレンドリーなお店でした。そんな感じで、よかったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。Bye, bye, bye, bye.